はいはい、じゃあ、はい、そんなわけで皆さんメールありがとうございました、はい、終わり次お題あ、お題かお題あ、そうかそうかそうか今週のお題ははいこう今日のお題は、はい、花見にまつわるエピソードですどうぞどうぞちょっとさこれやる気ない人ちょっとさ入れてくんない、はい、ペンネーム庄司さんですリサさん、はい、レサなんなのそのテンションは今日レサさん誰やのレサさんすいませんこんばんは、はい、恋のセオリー変換ミスで、うん、恋のセオリーとなってびっくりです、うん、読みでは難しいです説明してるはいすごい荒々しいダウンロードしましたよ携帯を目覚ましに設定して毎朝これで目覚めるんですが気持ちよく起きれます、さて今回のメールですが、うん、以前はお花見イコールお酒を飲んだり騒いでるという感じでしたが、うん、今年は桜の名所、うん、犬と散歩したりドライブしたり、うん、夜桜を眺めたりというよりもまったり過ごしました、うんうんこれって年取ってきたことなんですか証拠なんですかね、うん、特に荷物や食べ物を持たずに気楽に楽しむってものもいいんだなって実感しましたとはいえあまりに何も持っていかなかったので、うん、出店を惨敗惨助けてあげてリサどこ助けてあげて散財しまくってしまいしまいには離れる団子状態でしたが、うん来年は適度に何か持っていこうと思いますお二人は好きな出店とかありますか、はい、ペンネームはペンネーム庄司さんありがとうございます、はいはいはいじゃあね、読んでる間ずっとつむじしか映ってないからつむじあるんですかもっとシャキンもっとシャキンとして、はい、だそうですけど好きな出店はレナちゃんなんですかなんか私も出店いっぱいあったからいっぱい食べたかったんですよ白玉団子とかもあってあ、目黒川行った時、うんはいはい、とか焼き鳥もあったし、おでんもあったし、うん、いっぱいあったけど、うん、でも最終的に食べたのはケバブでした、うん、なんでだよいいオチじゃないでも初めてケバブ食べたあ、そう、うん、美味しかった、うん、ケバブっておいくら500円、うん、だったで、うん、まあまあ美味しかったです、うん、で、そう食べてる間に辻ちゃんと目の前からうん、辻ちゃんって辻のぞみちゃんそうそう、うん、すれ違ったのって私中目黒でよく見るんですよねあ、うん、そうスタバで辻ちゃんお腹ぽっこりしてる時も見たし、うん、あと道で普通に吸うみたいないやレナね基本家から出ないくせに出ると必ずね芸能人に遭遇するっていうねこの不思議体質なんでね、うん、この前安藤美姫ちゃんを見たんですよ、うん、あと織田信成君も、うん、びっくりした好きですよね、うん、誰か芸能人とか街ですれ違ったりとかあるああります昨日ね、うん、昨日、私の家の近くで、うん、平成のぶしこぶしって知ってる？お笑い芸人の平成のぶしこぶしなんかこう脇で大村奈美恵のトライミーをなんかやる人に名前わかんないんですけどすれ違って、うんはい、羨ましい。びっくりした。羨ましい俺じゃん。芸人よく見ますよ、ね。この前誰だっけなんか2日連続でガッチガチヤードに会って私。そう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 。マジでびっくりもうありえないみたいな。そうだね。2日も見たくない。ほらほら。一回じゃなんか出たじゃない。そう出たなんか名古屋のイベントで。あそうなんだ。でそれすごいなんかすごい好きだったの。2日連続なんか会って。感じちゃって、いらない運命じゃないですかそんなの。そんなわけで次のメールいきます。はいはい、ペンネームノルノルさんからです、はい。ありがとうございます。ヘイさん。ヘイさん。ヘイさん。花見といえば学生時代を思い出します、うん。学生時代サークル活動をした僕にとって花見は新入生勧誘の最初のイベントでした、うんうんうん新入生を今日花見するからうちのサークルの雰囲気を見に来ないなんて誘って宴会をしてました、うんうん、もちろん可愛い後輩の前ではいい格好をしたいのに、うん、酔った先輩にプロレスやろうぜって お誘いがかかり、うんうん、お約束のように KO 負け、うんうんうん次の日後輩に会うと先輩ジャイアントスイングでぐるぐる回ってましたよと言われる始末これじゃあモテるはずもなく毎年出しから遅れ、うん、のキャンパスライフでしたありがとうございますなるほどね、うん、だってでもなんかいいじゃん楽しそうでこれすごい楽しいサークルそうだよね年齢も2個ない、ね、あるゆいさんゆいさん、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 そう。じゃあ次を読みします。はい。これ読みなよ。あ、私が読むの？はい。ペンネーム、ケイリーさん。はい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 。あとは？ここ。お題。さて、お題ですが。
お花見ですが自慢ですけど自分家の駅前が一番綺麗です、うん、駅名に花とついているくらいです、これ以上は言えません。言えないんだ。パパラッチが写真を撮りに行きますから行かないよ、そこに迷惑がかかります。もう一つ、昔に会社の花見で公園で飲みすぎて、うん、気がついたら知らない会社も知らない段階で大ヒーローになっていました。すごいねそう、うん、自分の会社の人はもう帰っていません。翌日部長に呼ばれ説教です。このまま行ったら大変な人生を歩むことになるとか、うん、もっと地道にやれとか、うん、ほっといてくれもうなっとるわい、またねしたいと言われそうですが、うん、万人の恨みを盛り上げるためです。いや嬉しいですね、ありがとうございます。面白い、ね、なんかこの前のネタも面白かったですね、うん、あの、はい、偽物だっけ、あなんか韓国で、うん、あの家族にブランド品買ってきてって言って、うん、で偽物いっぱい売ってるじゃない、うん、それを知らないでいっぱい買ってったんだって 6.7 って、うん、そしたら家帰ったら奥さんだっけ、母親お姉さんお姉さんかなんかに、うん、こんな偽物じゃなんとなかんちゃらって言われたんです。返してこいって返してこいって言われたんだって。うわかわいそう韓国でなんか後日後日親戚の小学生が持ってたでしょ、学校に行ってたみたいな偽人って、なんかいいネタ持ってますよね、負けないようにちょっとネタを、ね、そうそうそう頑張んないと、うん、じゃあこれお願いします。はい、はい、ペンネーム今中14さんからです、うん、ありがとうございます、はい、自分の住む北海道はお花見の時期はゴールデンウィーク明け頃なんですか、うん、そうですよね、うん、はー、地元で桜祭りがあって結構な確率で天気が悪いのです、うん、自分今は自分が行ってみたい行っていた高校の土地から離れてしまったけど数年前高校時代の友人が桜目当てで5人も遊びに来てくれたのに、うん、運悪く雨がやみません、うん、桜の次に目当てだった先着順で振る舞われるカニ鍋もイベント自体が中止に、でも雨に濡れる桜も綺麗で咲いていたので、うん、今度は天気のいいそしてカニ鍋を食べにまた来てくれることを約束してくれました、うんうん、去年は桜の時期に遊びに来た友人がその時に一緒にいた彼女はお盆の時期に来た時はみんなお嫁さんになっていました。すごい、みんなどういうこと、え結婚したのその間みんな何人くらいね、ただ自分の桜をいつに咲くのかつぼみさえ確認できない日々です、うん、落ちが、うん、あ落ちが、総選パパに紹介してもらいこちらを見るようになりました。ありがとうございます、総選パパもありがとうございます。パパほらめっちゃ狙ってますねこれ。そうだね、ほらほらパパで当ててあげたいね